2007シーズンに残り4試合で勝ち点8差をひっくり返して大逆転優勝を果たした3位鹿島アントラーズ。今シーズンは首位と勝ち点7差、勝ち続けてプレッシャーを与えるためにも必勝の構えで臨む11位アルビレックス新潟とのアウェーゲームです。雨の殿下ビッグスワン。新潟は13分セットプレーの流れから田中アトムのパスを受けたマイケル・ジェームス。シュートは庄司に当たってクロスバーをヒットします。一方鹿島は21分、西、しかしわずかに枠を外れると、その後は新潟の時間帯、29分小林勇気のスルーパスに最後は山本浩介。35分にはレオシルバ、田中アトムとのパス交換からフィニッシュ。そして43分、攻勢を続ける新潟が均衡を破ります。決めたのは鈴木武蔵。20歳の鈴木武蔵が指宿との連携で11試合ぶりとなるシーズン3ゴール目。リードを許した鹿島は前半アディショナルタイム、柴崎のスルーパスから西の折り返し、しかし赤崎は決められず、前半は新潟の1点リードで終了します。後半開始早々の46分、新潟に追加点のチャンス。カウンターから再び鈴木武蔵が狙いますが上田のブロックに合います。ピンチをしのいだ鹿島は57分、途中出場海洋から遠藤康志、これは大きくバーを越えますが、続く62分、フリーキックを得ると待望の同点ゴールが生まれます。小笠原のフリーキックに途中出場中村敦孝がボレーで合わせシーズン2ゴール目、これで1対1。追いつかれた新潟は85分、レオシルバに決定的チャンス、しかし決めきれず。すると鹿島は直後の86分、こぼれ球を拾った西。フルス対戦の西がシーズン3ゴール目を決めて2対1、鹿島が逆転します。さらに鹿島はアディショナルタイム、海洋が突き放しにかかりますが、シュートはバーを叩いてゴールならず。ゲームは2対1、鹿島が会心の逆転勝利で試合のなかった首位浦和との勝ち点差を4に縮めました。